化繊広場の混雑はだいぶ緩和されたが、まだ気を緩めることはできない。祭りだからと軽んじるな。これは重要事項だ。いいな。はっ。九条サラ様。おーい、サラ。ん？お前たちか。何かあったのか。何はともあれ、問題が解決できてよかった。これは我々の責務だ。迷惑だなどと思う必要はない。こたびの姿の彩り祭では、祭りの秩序と治安を維持するのが我ら天領奉行の務め。何かあれば私に言うといい。すごく忙しいみたいだな。何か大変なことでもあったのか。大変というほどではない。ここ数日、列への割り込みや商品転売の報告をいくつも受けてな。それと物好きな輩による顔出し看板の選挙。どれも些細なことだが、一つ一つを登記するとなるとやはり人手がいるんだ。だがこれほどたくさん助けを求めてくれるのは、天領奉行が人々の信頼を取り戻せている証明でもある。姿の彩り祭の警備は将軍様の命令であり、民衆に天領奉行を再認識させる機会でもある。決して間違いがあってはならない。たとえどんなに疲れていても向き合うのが当然だ。でもそんな忙しい中ここに来たってことは、将軍様人形が買いたかったんだろ。オイラたちも欲しいなって思ってたぜ。人形とは何のことだ。私はただ近くで見回りをしていただけだ。すぐに行く。照れるなって。実は巫女から聞いたんだ。前にお前が人形を買ってた時、朝早くから列の一番目に並んでたらしいな。宮司様がそのようなことまで。いいだろう。私は常に畏敬の念を持ってこのことに向き合っている。花から隠すつもりはない。だが一つだけ訂正してもらいたい。え？なんだ？これは人形などではなく、御岳鳴神主の御子と大御所様像の形をした彫像だ。わかったか？わかった。こたびの御岳鳴神主の御子と大御所様像は初めて発売される新しい型のものだ。購入は一人一つまでで、総数は300のみ。多くのものは朝早くから並んでいた。こんな時間に来たお前たちはおそらくもう手に入らんだろう。そうだったのか。でもサラは朝早くから並んだんだよな。無事に手に入ったのか。普段であれば必ずやこの手で御岳鳴神主の御子と大御所様像をお迎えしていたが、今は姿の彩り祭における公務の方が優先だ。店が開かれる前から我々はすでに勤務を始めている。名残惜しいが今回は諦めるしかなかった。そっか、残念だな。だから私の代わりに他の者に買ってもらうよう手配した。買ってたのかよ。でも一人一つ限定なんだよな。すごく人気の人形、肖像だし代理のやつに買わせるのは難しいんじゃないか。私もそれで困っていたのだが、連日公務に励んでいた私をねぎらって八重宮司様がとある専門家を派遣してくださったのだ。専門家が誰なのかはわからないが、大方鳴神大社か社奉行所属のものだろうと思って、私も深くは聞かなかった。もうすぐ来る頃だろう。今回は宮司様がいてくださってよかった。代理買い付けをしてくれるものを探すのは一苦労だからな。何せ早起きの気力と人気商品をその手につかむための大きな体格が必要だからな。早起きする気力と大きな体格。あ、ん？何の音だ？
そうか。さて、少し長いしすぎたな。次の見回り地点へ向かわねば。お前たちが姿の彩り祭を無事楽しめることを願っているぞ。見つかっちゃった。サユ、なんでここにいるんだ？あ、もしかしてお前が専門家だったのか？し、まだあの人が離れてない。違う。セツは人形を買うため昨晩からここを張っていた。でも待ってるうちに目がぼやけてきて、本当に少し目をつぶろうとしただけなんだぞ。ほんの少しだけだ。うい、人形が買えなかったと知ったら、あの天領奉行の天狗きっと節を捕まえる。うえ、一体巫女はどんな風に言ったんだよ。こうなったらもう今月の給料を犠牲にして購入できた人から買うしかない。本当か？助かった。これが節の給料袋だ。節約して使うんだぞ。あら、君たちも買えなかったの？おかしいわね。私も今朝並びに来たんだけど、購入できた友達から聞いた話では、その子は夜中から並んでて、先頭からだいたい100人目くらいで買えたんだって。でも私は彼女と150人くらいしか離れてなかったの。それなら私も買えたはずじゃない？やっぱり後で店の人に聞いてみるわ。君たちのその表情、どうやら今回発売の御岳鳴神主の御子と大御所様像が買えなかったみたいだね。売ってくれるかって？売るわけないだろう。こっちは苦労してやっと手に入れたんだ。他を当たるんだな。はあ、せっかく稲妻に来ることができた上、早起きして駆けつけたのに結局手に入らなかった。今回の初回販売、思ったよりも量が少なかったな。次はいつになるんだか。まあせっかくここまで来たし、代わりに何か他の記念品でも買うか。どうしよう、このままだとおしまいだ。買えなかったって人が結構いたぞ。もしかして店の人が数を間違えたんじゃないか？天井屋に行って聞いてみようぜ。希望が全くないよりかはマシだ。申し訳ございません。今朝は他の者に店番を頼んでいたもので、詳細は分かりません。ただ帳簿を見ると確かに300個売り出しています。その後ろの人形は売ってくれないのか？申し訳ございません。これらは全て展示用の見本品でして。皆さんそう落ち込まないでください。今回この彫像が限定販売されたのはこの姿の彩り祭が初めてですし、この先また機会があるかもしれませんので。じゃあ次の発売っていつになるのよ？それにこのお兄さんなんかはるばるモンドから来たのよ。早くからずっと並んでて、少なくとも私より50人は先だった。その彼でさえ買えないなんて、どう考えても数が合ってないんじゃない？まあ俺は稲妻の祭りに詳しくないから、あくまで感覚だが、確かに売り切れるのが早すぎたとは思う。申し訳ございません。今朝の帳簿はもう何度も確認したのですが、おそらく問題はないかと。そうなら天領奉行の人に調査してもらおうかしら。天領奉行？ダメ。おや、あなた方は？
あれ、こういうことってシャブ業の管轄だったの？そうだ。この件は我々が追って調査する。だから天領奉行に連絡する必要はない。彼らはすごく忙しいからな。おかしいぞ。なんでサユは急にやる気になったんだ？しー、天領奉行に報告されてしまったら、九条サラはきっと切に事情を聞いてくる。そしたら人形が買えなかったことが、とにかくやむを得ない時が来るまでは天領奉行には知らせるな。そうね、もう調査をしているのならとりあえずは結果を待つわ。まあせっかくここまで来たし、人形が買えないなら他のを見てくるか。ご理解感謝いたします。調査結果が分かり次第直ちにお知らせいたします。でも調査するって言ってもオイラたちには何の手がかりもないぞ。やっぱりお客さんたちの数え間違いなんじゃないか。最初せつのことか。でもせつはずっと寝てて、声選び終えたよ。これで頼む。毎度あり、またのお越しをお待ちしております。毎度あり。あ、思い出した。今朝たくさんの毎度ありを聞いた。え、何回だった？ちょうど300回だったか。それはちょっと。毎回毎度ありって聞こえるたび16回のいびきをかいてた。そんな数え方があるのかよ。16回のいびきはだいたい1分だ。それに品物の準備とか箱を運ぶ時間を合わせたら、そう、今だって販売開始からまだ4時間しか経ってないんだから、きっと数に問題がある。つまり本当なら説が今起きたとしてもまだ買えるかもしれなかった。とにかく任務が失敗したのは悪者が細工していたからで、説がサボったせいじゃない。じゃあ一体誰がそんなことを。今回は購入方法も厳しく、1人1つしか買えない上に身分まで登録しなければならなかった。だから1人が多く買うのは無理だ。サラたちが町の警備をしてるから列に割り込むやつはいなかったはずだよな。もしこれが悪いやつの仕業ならきっとその人形を高値で売ろうとするはずだよな。さっき苦労して手に入れたって言ってた人に聞いてみようぜ。何か手がかりが見つかるかもしれない。御岳鳴神主の御子と大御所様像を変えた秘訣を教えてほしいだって。誰が教えるか。え、なんでだよ。お前の人形を取ろうとしてるわけじゃないのに。聞くな、言えないもんは言えないんだ。どうして。どうしてそれを。え、ああそうだ、我々は専門家。そうか、もう知ってるんだったら仕方ない。だが他のやつには言うなよ。俺は朝早くから並びに来たが彫像はとっくに売り切れてたんだ。
悔しかったから天井屋の裏口に行って次の販売がいつになるか店員に聞こうとした。そしたら彫像何箱も外に運んでるのが見えたんだ。何をしてるのか聞こうとしたが、その時、なあ、そうだ、だが俺は金を払ったぞ。店員から正式に買い取ったんだ。正式な取引だったかどうかはお前が決めることではない。なあ、これは天領奉行。姿の彩り祭に乗じ、買い占めをして高値で売ろうとする者がいるとの知らせを受けた。たとえこれらの彫像が戦略物資ではなく市場によって価格が上下するものだとしても、内部者が職務権限を不正に利用して取引記録を偽造し品物を横領したことは完全なる違法行為。我々はすでに天井屋を調べた。帳簿に間違いはなかったが、銭箱の中に石が入ったもら袋が2つあった。そんな証拠品としてその御岳鳴神主の御子と大御所様像を押収する。それからお前の損失分については犯人を捕まえ次第全額返金する。わかった。まさかそんなことまでしてたなんて。まさかこんな早くサラがこいつらの動きに気づくなんてな。我々も先ほど情報を得たばかりなのだ。まだ犯人を捕まえられるほどの人手は集めていない。ん？そちらは？捕まる。ほう、宮司様が呼んだ専門家か。なぜずっと会えないのか疑問に思っていたが。説たちは人形、御岳鳴神主の御子と大御所様像の数が合わないことの調査をしてた。そうか、ご苦労だった。だがこの件は天領奉行が引き受ける。もう問題はないだろう。うん、その実は御岳鳴神主の御子と。そうなのか。それは本当にご苦労だった。では御岳鳴神主の御子と大御所様像はどこに？そうさよは一晩中店員の方を調査してたんだ。それで戻ってきた時にはもう販売が終わっちゃってて。そうそれがなかったら説は変えてた。そうか、結局買えなかったのか。すまない。この件は悪事によるもの。今は速やかに逮捕計画を立てることが最優先事項だ。そんなに自分を責めることはない。うん、情報によれば容疑者はすでに会場の近くで高値の転売を始めているようだ。だが場所は巧みに隠されており、動きも慎重。直接突入すれば躍起になって証拠を破壊するかもしれない。秘密裏に包囲するには誰かが奴らの注意を引く必要があるが、夜通し調査をしていたというのならその者の詳細を知っているはずだな。奴の信頼を得るにはお前たちが適任者と言えよう。皆の者、天領奉行に力を貸してはくれないか。説たちに任せておけ。誰からの紹介で来た？今は特殊な状況で他の客からの紹介以外は断ってるんだ。やっぱりあいつか。まあ、あいつも品物を買った客の一人と言えるか。先に言っておくが、この商品は品薄なんだ。他と同じ価格で買えると思うなよ。また値上がりしたのか。たったの数時間しか経ってないぞ。はっ、買いたくねんなら別に構わない。価格はまだまだ上がるんだ。急ぐ必要がなければもっと上げてたぜ。とにかくここ以外で買えるところなんてねえよ。
もう少し値切りをしよう。グダグダ言ってないでお前が思う値段を言え。まあそれで急ぐ必要がなければこんなことには。またおいら、もうちょっと交渉したいんだけど。この上まだ何を交渉するってんだ。欲しいのか欲しくないのか。冷やかしか。買う気もねえなら時間を無駄にさせるんじゃねえよ。騒がせやがって。場所を変える時間もなくなったじゃねえか。その必要はない。横領罪と取引偽造罪で逮捕する。証拠は出揃っている。我々と共に奉行所へと来てもらおう。天領奉行。いつの間に。まさかさっき値切りをしてた時に。ひひ神妙にお縄につけ。皆の手助けに感謝する。奴が品を隠していた場所も割れ、早速応酬に向かっている。よし、これで天井屋の方も確認が終わったらまた列に並んで買えるよな。今度こそ任務を達成しないと。おそらくそれはできない。押収した品物は証拠として奉行所が保管する。しばらくは売ることができないだろう。そんな。このことを天使に伝えてきてくれないか。私は奉行所へ戻り状況を確認してくる。サラは何も言わなかったけど悲しんでるはずだよな。本当にもう方法はないのか。なるほど、ご苦労様でした。直ちに保証内容を作成しお知らせを掲載いたします。あ、少々お待ちください。こちらは展示用の御岳なる神主の御事大御所様像です。見本品ですが、そのお礼としてあなた方に差し上げます。今回は店の目が不行き届けだったことで皆さんにご迷惑をおかけしました。お詫びとお礼にささやかですが受け取ってください。本当か。この人形を九条さらに渡せば任務完了だ。ダメだ、ずっと続いてた緊張が解けたせいで今にも寝てしまいそうな気分。この人形を奉行所まで届けて。せつ、もう仕事しないで済む。これはまさか。ここ最近ずっと忙しかったから細かいとこまでは見てなかったけど、こうして見るとよく作り込まれてるよな。当然だ。これは八重堂でも最高峰の絵師が図案を描き、稲妻城で最も手だれとされる漆器職人によって作られたもの。そうでなければ将軍様のお姿の千分の一も再現できないだろう。それにこの立派な造形を長く保つには特製の祠を購入して奉安する必要がある。定期的に掃除し埃を払わなければならない。最もいいのは職人を呼んで手入れしてもらうことだが。サラ、サラ。ん？どうした。御岳鳴神主の御事大御所様像保全の道は全部で5箇条あるんだ。まだ1条も言い終えていない。この小さな人形にそれほどまでの心得が必要なのですね。巫女からは何も聞かされていませんでしたが。将軍様、どうしてここへ。何もすることがなかったので
天守閣の外に来てみたのです。ところで、この人形はあなたが買ったものなのですか？これは彼女のもので。おや、あなたもこのようなものに興味があったのですね。将軍様、私はまだ姿の彩り祭の警備を手配しなければなりませんので、先に失礼いたします。え、ご苦労様です。サラの後ろ姿、なんだかしょんぼりしてたな。そういえば、天守閣に人形がもう一つあります。八重堂から送られた見本品ですが、私のところにあっても使い道がないので、あなたたちに差し上げましょう。私の言葉に二言はありません。差し上げると言ったからには、それをどう扱おうと好きにしていいということです。もちろん他の方へ送っても構いませんよ。それが面倒であれば、私から人を手配して届けることもできます。もちろん差出人の名前はあなたにしますが。なんでそんな面倒なことを。ん？はい、それでいいでしょう。戻ったらすぐに手配します。あ、それとこの姿の彩り祭において、すべてがあなたたちの思う通りにうまくいくことを願っていますよ。